どうも、キンキンです。今回はね、ハボックの打ち方のコツかなを紹介していきたいと思います。では、やっていきましょう。ハボックね、めちゃめちゃこれ強い武器なんですけど、今回の弱体化かな ?AR のね、仕打ちが低下、大幅弱体化を受けたんですけど、それのせいでね、かなり使い勝手は悪くなりましたと。でもね、それでもやっぱりマガジン火力が高いと。マガジンダメージ648のターボチャージャーがつくと36ダメージ減るから612ダメージかな。やっぱりね、十分強いですね、それでも。の、このね、ハボックなんですけど、これ、どうやって打つんだっていうね、感じだと思います。正直ね、こいつね、ダミかなあれに対して、500近く、400か500出るぐらいね、練習して、あとはひたすらこのダミをね、打つっていうことぐらいしかないんですけど、そうですね。このハボック、まずちょっとリコイルをね、確認してみますか。これ打ちますね。こういった感じでね、まず、右上行って、左へ戻る。で、右行って、左行ってこうってなるんですけど、ここだな、ここ横にギュインっていくところ、ここがねめちゃめちゃ難しいって言われる原因ですね。それ以外はかなり素直なんですよ。上行って右左でまたなんか上っぽいところ行くみたいな感じな。だから、コツって言ったらここだね。ここをいかに制御できるか、ここをうまく打てるようにしましょう。もう慣れだと思うんですけどね。慣れだと思うんですけど、その右のリコイルを一切感じさせないぐらい、ひたすら反復練習。マジでここ。俺もね、ここまではいけてたんですけど、この横に吹っ飛ぶこれね。これがマジでできなくて、ハボック終わりだって俺思ってたんですけど、やっぱりね、この横が制御できるようになった瞬間、めちゃめちゃ球が当たるようになったんで、ぜひぜひお試しください。ここです、マジで。よくね、どうやったらハボック当たりますかって言われた時に気合って言うんですけど、ここですね。ガチでここは気合。このね、なんか5、6発かなの、この横に吹っ飛ぶ反動がどうしてもね、戦闘に、なんかもう影響出しちゃうって感じがするんで、実際、こうやって見てみると、こういった後にね、右左ってことは戻ってるんですよ。戻ってる。だからね、ぶっちゃけここ無視でもいいんじゃないかって思うのがね、ありますね。ここ制御できた方が明らか強いし、俺は制御できるようになったんですけど、ぶっちゃけ、こういって、ここをまず制御する。制御して、下に倒しつつ、ここは一旦もう手放し戦法じゃないけどさ、ここは戻ってくるんで、最終的に必ず。打って、戻ってくるんで、ここはね、無視して、あとこっちを制御するみたいな感じで打ってあげると、めちゃめちゃうまく当たるんじゃないかなと思います。俺はマジでここだね。ここが当たるようになったら、ここを制御できるようになったら、ハボック、ビームになりました。ぜひぜひお試しください。ではでは、この辺りで終わろうかな。見てくれた方、ありがとうございます。チャンネル登録、高評価、通知をオンにしていただけると嬉しいです。今回はね、ハボックの打ち方、コツか。紹介させていただきました。マジで一気にね、右にブンっていくところをね、制御できるようになったら、こうやって、割とね、当たるんじゃないかなと思います。ちょっと最初外れたんですけど、最初外れたのに倒せちゃうってところがね、ハボックマジでぶっ壊れてるんで、ぜひぜひ使ってみてください。ではでは、お疲れ様です。じゃ、またねー。